皆さんこんにちは、 JRA ジョッキーの鮫島克馬です。私は今東京に来ているんですけど、この度ネット競馬さんで、鮫島克馬のサメ活という新番組を始めさせていただきます。非常にちょっと高所恐怖症なんで、ここ立たされてるの自体がちょっと怖いんですけど、楽しみたいと思います。頑張ります。鮫島克馬のサメ活。はい、ということで始まりました、新番組鮫島克馬のサメ活ということで、はい、よろしくお願いします。 MC の一ノ瀬慶奈です。この鮫活です。はい、鮫活ですね。はじめまして。はじめまして。はい、この番組は、はい、JRA 記者の鮫島克馬ジョッキーが競馬を愛する皆様、そして競馬を大好きな皆様に向けて楽しい企画をどんどんやっていこうという新番組になります。どうですか、こういうの初めてですか。初めてですし、はい、タイトルコール、はい、かなり気合い入れてくれと言われたんですけど、めっちゃ書いてありますからね、台本に。まあ、ちょっと恥ずかしさもありつつ、はい、ただ、まだもうちょっとやれますね。あ、はい、これやっぱ初回の、はい、ちょっともうちょっと頑張ります。あ、どんどん上がっていける、はい、楽しみにしてます、ね。はい、ということで今後ともよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは早速ゲストの方をお呼びしようかなと思うんですが、本日のゲストはフィッシャーズの野田穂さんです。よろしくお願いします。お願いします。すごい。お願いします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 。うわ、はじめましてですね。よろしくお願いします。お願いします。ドキドキしますね。緊張しますよね。いや、僕もなんかこういう機会というか、こう対談形式なの初めてなので、うん、みんな緊張してる状態ですね。みんな緊張してる。そうそう、みんな緊張してる。ねえ、どうですか、うなほさん、鮫島記者はもう普段から見られてる。そうですね、そうですよね。もう変な感じしますよね。ドキドキしちゃってて。ねえ、僕もドキドキしてますよね。肌綺麗ですね。そうなんですよ。だからね、やっぱフレッシュな鮫島騎手とこうやって企画が一緒にご一緒できるということで、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。鮫島騎手は、あれですか、はい、うなほさんとはなんかこう今まで関わりだったり。もちろん、YouTube、僕もチャンネル登録もしてますし。ありがとうございます。実は僕はワンダホーという馬を所有されてると思うんですけど、はい、同じ新馬戦に騎乗してたので、僕はもう一方的に二度目ましてなの。しかも枠も大人でしたもんね。はい、そっか、ミッキーラッキーの。そうですそうです。はい、うわぁ、そっか。ごめんなさい、僕もうあの日初めての新馬戦だったんで、もうそれどころじゃなくて。わぁ、じゃあなんかちょっと後悔しちゃいますね、それね。ちゃんと目合わせとけばよかったと思って。僕はパドックでこう回ってる時も、ナホさん見てたんですけど、ナホさんはワンダホーだけずっと見てた。そうですね、はい、僕がワンダホー見て、その横を通っていく状態ですもんね、枠順的に。まさかこういう風になるとは、はい、ねえ、ちょっと改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。まずはこの番組の主役である鮫島騎手のことを皆様に知っていただこうということで、こちらのホワイトボードを用意しました。わあ、すごい、いいですね。明らかに男性の字です。これは気合が入った。鮫島騎手が書いたわけではない。いや、僕は書いてないです。スタッフの方が、はい、早速0歳、はい、佐賀県に生まれるということで、はい、そうですね、はい、父親が佐賀競馬のジョッキーをやってまして、でその流れで、まあ、佐賀県に生まれました、はい、それこそご家族も競馬一家というと。そうですね、はい、もう身近に馬がいる環境でしたか。そうですね、まあ0歳じゃないんですけど、まあ、小中学生の頃はやっぱ登下校の間馬が一緒に歩いてたりとか。すごい、はい、そしてもういきなり5歳からジョッキーを目指し始める、はい、もうそのタイミングなんですね。そうですね。それは何でですか。まあ、父親が、はい、今でいうワールドオールスタージョッキーズシリーズ、うんうんうん、夏札幌でやってるシリーズがあるんですけど、はい、昔2001年ワールドスーパージョッキーズシリーズって名前だったんですけど、うんうんうん、それに父が地方競馬代表で出た際に優勝して、でその時のこう記憶がかなり鮮明に残ってまして、すごいこうかっこいいなと思って、うんうん、その時に目指しましたね。うわー、これお父さん聞いたら泣いちゃいますね。うん、でも5歳って幼稚園だったりっていう年齢じゃないですか。はい、
土曜日の2戦勝てなくて父が、うん、で日曜日の残り2戦で連勝して逆転優勝で最後優勝したんですけど、その時の口取り写真とかも、お兄ちゃんとお姉ちゃんにこう手つないでもらって一緒にこう口取り撮ってるんですよ。でその時のカメラ写真もカメラロールちゃんと入れてます。じゃあもう原点というか、はい、そこが。その騎手になりたいと思う前になりたかった職業とか特になかったんですか？いや、サッカーをすごいやってたんで、まあ、サッカー選手にもなりたかったんじゃないですかね。なんかちっちゃい時ってなりたい職業いっぱいあるんで、もうその時にでもジョッキーはかなり印象残ったんだと思います。あ、じゃあ運動自体も最初から好きで。はい、11歳の時には、はい、小倉競馬場のスポーショー入団、はい、ごめんなさい、スポーツ少年団、略してスポショーですね。おお、これは一体、まあ、小倉競馬場の中に隣接、まあ、中にある乗馬センターがあるんですけど、まあ、例えばこう今小倉競馬場で誘導馬してる馬とかが、うん、普段はそこの乗馬センターで調教されてるみたいな施設なんですけど、まあ、土日この小学5年生から、入団できる乗馬センターで、まあ、僕も小学5年生に入団して、先輩で言ったら浜中すぐる先輩とか、僕の兄鮫島亮太がこの小倉競馬場のスポーツ少年団からジョッキーに。いやー、はい、でもそう、やっぱそこに入られる方はみんなジョッキーになりたい方が、なりたい方もいますし、まあ、こう例えば家が近くで乗馬してみたいとか、うん、馬と触れ合いたいとか、こう気軽な気持ちで入団しても、全然こう初心者向けのコースもありますし、すごい楽しめる少年団でしたね。ちなみにその馬に乗るということ自体はもう本当この時から？そうですね、本格的に乗ったのはもう小学5年生、そうですね、11歳ぐらいですね。まあ、体も ちっちゃかったんで、まあ、ジョッキー目指してもこう体重的には大丈夫だなっていうふうに思ってましたけど、まだまだ11歳だと背どうなっちゃうかなって、ね、ありませんか？いや、僕お兄ちゃんとお父さんが身長大きい方なんで、伸びるんじゃないかって親に言われてて、上履きとかもこう足が大きくなったら身長伸びちゃうんで、ちっちゃいの履いててこんなんだったんですよ。もう僕これでずっと歩いてたんです。本来何センチだったの？本来だから23とかの足を 21.5 とかで履いてたんで、バレリーナみたいな、ね、すごいだいぶ強引な、すごいきつい、なんかすごい昭和的な考えで身長伸びないようにそれでやっぱ止まったんですか？止まったんじゃないですかね確か170以上はないですもんね、はい、今ね、はいはい、これみんなね、ジョッキー目指す方真似するかもしれないですね。いや、もう、ね、今じゃ後悔してます大きな人から見た、はい、じゃあそこから本格的にその馬に乗るということを学ばれて、そして15歳で競馬学校に入学。いや、入学することがまずそうですよね、すごいなと思うんですが。そうですね、どうでしたか？いや、まあ試験は本当にまあ、1時、2時って厳しい試験だったんですけど、うん、落ちたんじゃないかなと思ってて。それは1時、2時どんなことするの？まあ、1次試験も体力テストと、まあ、筆記と、うん、まあ、面接あって、うん、まあ、そこから、まあ、僕らの時は150人から30人に2次試験で絞られて、うわ、で残りの30人で競馬学校に2泊3日で集団生活3グループに分けられて、うん、実技、馬に乗ったことない人も馬に乗ったり、うん、乗ったことある人も乗りますし、まあ、あとはスポーツテストもかなりハードなスポーツテスト、うん、で、まあ、面接も 2,3 回集団面接も個人面接もすごいあって、かなりすごい厳しい質問とかも飛ぶんですけど、どんなこと聞かれるんですか？それ、いや、もうそれは二次試験行っ
ってからのお楽しみこれからの不安、はい、めっちゃ受けるんですか、はい、もうそれはかなり厳しいですね。結構根掘り葉掘り、そうですね、受け答えを試されてる。そうです、でも15歳なんでそんなテキパキ答えれないんで、その答えれないうちにだんだん焦っちゃうとかあるんで、そういうところもじゃ見られてるんですね。そうです、そうです。受験っていうか、その独特な、はい、ですよね。僕らの時って6人だったんで、合格者が。うわ、150分の6だったんで、よく受かったなって自分でも。あ、じゃあなんかこう自信はそんなになかったの？いや、なかったですね。そのなんか二次試験までやって、はい、合格までの間ってどれぐらい期間空くんですか？まあ1ヶ月ちょいぐらいですね。結構空くんですね、はい、結構ドキドキ、ね、だってね、それこそまあ受かる受からないもあるから、はい、他の学校のことも考えなきゃいけないじゃないですか。そうです、そうです。その1ヶ月ずっとドキドキしながら。そうです、それまでちょっとこう、まあ中学3年生なんで、まあ学校の勉強も集中して受けてたんですけど、合格発表来た瞬間もう勉強全然できなくなってもうやんなくていいやん、はい、全然現場に集中できそうと全く頭入んなかったもういいや、確かにニヤニヤしちゃいますよね、うん。いやでもここから次18歳でデビューになるわけなんですけど、この間ってもう相当いろんなことがあったんじゃないですか。そうですね、競馬学校3年間は、うん、まあ、いい思い出も悪い思い出もたくさんありますし、まあ、同期との絆とかもやっぱこの3年間はすごい生まれますね、うん、教官の悪口もずっと言ってたし正直、はい、まあでもこの3年間がなかったらジョッキーとしてデビューできてないですし、まあ、厳しくしてくれた先生に、まあ、今はじゃもう感謝の思いでいっぱいですね。優しいこの3年間って他の学校生活は違うじゃないですか。いや、もう全く違うですね。だってそのね、競馬学校以外の友達とかってなかなか会う機会もね、はいはい、まあ、全寮制で外出も決められてますし、まあ、携帯もお菓子もこうジュースとかも全然こう制限されてる中だったんで、普通の人でいう、まあ、15歳から18歳青春だと思うんですけど、確かに僕ら青春味わわないまま、うわ、いや、なんか自分も工業高校で男の子ばっかだったんですけど、あ、そうだったんです。なんかこれ聞いたらそんなこと言えないけど確かに文化祭とか、いや、でも文化祭ってあるんですか？いや、もうないんですよ。そもそもそうですよね、はい、ないんですよね、全然。もう本当に修学旅行とかはあるんですか？いや、ないんですよ。ないんだ。あ、じゃあなんかこう競馬学校ならではのなんか楽しかった行事とかっていうのは、いや、もう思い出せば出すほど辛い思い出の方があんまり聞かない方がいいですかね、はい、ねえ、なんかやっぱ健康診断とかで学校出る機会があるんですけど、はいはい、そういうので学校出ることですらちょっと嬉しいみたいな、健康診断でとかで病院行く、学校出るその時間すらも嬉しいみたいな。うわー、え、抜け出そうとか思ったことないんですか？いや、さすがに怖くてでも話したりはしますよね、はい、同期の人と。いやいや、根性がなかったですね、抜け出す根性すごいこうベロベロだったんですけど、次の日になったら、あれ？インスタ始めてるみたいなあ、じゃあちょうどなんか記憶の狭間みたいなところで、そうそうそう